よっしゃよっしゃ。ミスター坂井根がかりでございます。根がかり坂井。じゃあ一度上げてください。60g もダメか、釣れそうなんだけどな。俺なら食うよな、これ。何でも食うと思ってそう、じゃ食わないです。食わないですか。釣れそうです。そうだよね。ちくしょう、イワナの歯型じゃねえか。はい、OK です。18m。そうか、でもイワナの場合は初速が速い方がいいんだろう。こんなに超ドロップにしてた。海狙ってんだ。何でもいいんだよ。イワナジギング、こんな難しくないんですよ。いや、意外と本当簡単なんですよ。今日ちょっと難しいです。なぜいや、本当簡単なんですよ。本当に。いや、本当に。こんな難しくないんですよ。まあ、真下とかすっごいいますけどね。まあ、ほぼほぼウグイですね。こういうのイワナ混じってますからね。だって、ウグイが食わないもんね。食わないですね。確かに反応がすごいっすね。 あれだ、イワナッシーだ。イワナッシー、イワナッシーが暴れてんだ、うん、あいつ言ったのにな、今日はやめとけって。あー、もうイワナだわこれ。お、釣れてんじゃん。イワナッシー、釣れてんじゃん。イワナッシー、やったじゃないですか。写真大丈夫。あ、今日の写真と、ユーチューブ、あれの本来ってまずいぞ、そろそろ。ちょっとちっちゃいだろ、ウグイにしてもよ。モンスターウグイじゃないとよ。いや、保険で取っといた方がいいんじゃないですか。そうだよな。すげえ久しぶりのウグイだぞ、今の。そうだよな。で、さっき下からどんぐらいまでウグイ出てんの。上これ、だいたい出てくる時は、ボトムから5メーターぐらいまでは、ウグイ。びっちりですね。あー、釣りてぇなー、ウグイ。だろ、キリって俺もだよ。おお、言わない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 言これ言わないだぜ。言わないだぜ。これ言わない。これじゃない。これは大丈夫だよ。今日のフリーズは長いです。ノイターも言わなくなっちゃったっすよ。言われて言われてね。こちらも何センチくらいありました。78ぐらいあったかありましたよね。しまった。寺巻だった。もう覚えてない。ねえ、何だった。
おいおいおい元気だぜ。おい聞いてんだよ、負けだったのか俺だったのか。いやいやいや、俺だったじゃない、俺だった今のバスじゃない。ここがちょっとだで、いきなり岩田だった。いきなり岩田だったの。どういうこと。いきなり岩田だった。いきなり岩田だった。ちょっとやっぱなんかさ、ちょっとビビったじゃん、お祭りで、ま、やっぱゴリ巻き連合すればよかったんだよ。本当に大きかった感じ、ね、いや、でかかったですよね。まあ、50はあったと思うよ、多分50はあると思う。え、イワナ以外考えられるのは何ですか。トラウト3種の どれかですよ。イワナ、桜、レインボー。レインボーどれかですよ。レインボーもいいか。あのバスはこの水深来ないんで、それからウグイぐらいしかないんで、まあウグイではないので。ウグイだったらメーターあるよね、やっぱね。ヌシウグイかもわからん。ニゴイもこの水深はありえないんで、トラウトはトラウトですね、今のね。トラウトですね。あ、でも俺はホッとしてますけどね。釣れるんだって思って。今日こんなでも。そうです、そうです。やっぱジギングですよ。あの小細工はいらないかもしれない。確かに SLJ でしょ、ただの30グラム。まあ1級ポイントですからね。釣れちゃ当たり前じゃ当たり前ですけども。正直何も言わないでほしい。俺今年一へこんでる。まあ、あとちょっとだったんじゃないですか。5メーター。ああ、イワナだったな。ああ、いつサマータイムだな。サマータイムだ。どういうこと。いや、昨日相馬でチーンっていうシーンがなかったですからね。そっか、昨日一回もバラさなかったもんね。これで上げてください。絶対なんかバレるとか思いもしなかったけどな。バレるんだ。イワナって口硬いんですか。硬いと思いますけどね。結構やっぱスレも多いので。あ、そっか、スレか、はい、スレだわ。変な引きだったもん。そうだそうだ、サクラマスのスレめっちゃ多かった。僕今年青森でサクラマスの4キロ釣ったんですよ。お、大きいですね。マジビビった。その日は何本ぐらい釣れたんですか。8本ぐらい釣れました。店長たちですか。いやいや、一人で。マジですか。青森のそのもう本当先端ですよ、下北半島の。あれ何本ぐらいって釣ってる人10何本釣ってたよ。もともと川にいるやつでしょ。だから桜はヤマメでしょ。だからヤマメが海に下ったやつじゃない。あ、もう来てる。ホールヤ、ホールヤだよ。そう、ヤナ、イワナじゃん。違う、イワナじゃん。イワナじゃん。ああ、違う。ああ、惜しかった。どこで死ねんなよ。もう今テンション上がりすぎてからよ。写真だろ、写真だろ、写真だろ。写真だろ、写真だろ。これで終わっちゃう可能性あるからよね。うん、最高。あー、イワナここ3年で一番悪いですか。一番ではないんじゃないですか、今ヒットしちゃったんで。あ確かに。あ、じゃあもう貫徹坊主の日もやっぱあったんですか。そうです、そうです。で、まあ、シーズン始めの5月6月ってウグイも釣れないですから、で当たりゼロですよ。そういう時のゼロっていうのはありましたね。じゃあ歴代の8月後半、わっ、歴代の8月後半として見たらどうですか。そうか、まあでもまだ可能性はあるので、うん、まだ何とも言えませんけどね。写真だな。写真だな。あゆ。俺は諦めない。持って帰るとか言ったから悪いんだよ多分。だってクーラー持ってきて釣れることないじゃん海でも。確かに。いや、まだ俺は信じてる、特急ポイントがあるって。ジグは何グラムメインで使ってますか。30、45、30、60ぐらいですかね。あ、30から60の間。風強い時はやっぱもっと重たいの使います。80とかも。80、100ぐらいも全然。へー、その止めた時に来るとか、
巻いてる時に来るとかってあります、ね、止めちゃうとイワナはあんま来ないですかね。そうなんだ。ウグイなんかも止めても何してもあれ来るんですよね。結構止めてた。はい、じゃあ上げてください。辻船長、あの1級ポイントゲスの後にあの60アップ実績とか言ってください。あー、はい、オッケーです。はい、オッケーです。 14m、 はい、はい、1級ポイント。1級ポイント、はい、ここでも本当に川流れてるんですよ、河口なんですよ。ほうほう。だから一級っちゃ一級。一級っちゃ一級、はい。今までは嘘でした。ここでも本当に一級ポイントで。でもさっき、うん、嘘の一級ポイントででかいの来たもんな。そうそうそうですよ。ここだけでも60アップはこの船だけで多分3、40本は取ってますよ。マジで。で60アップはもうどこにでもいるんで。どこにでもいるんだ。そうなんですよ。河口なんで結構桜マスとか。結構釣れてますね。ヤマメの大きいやつですね。斜めで引いた方がいいとか真下がいいとかあります？あ、イワナは結構縦の方がいいかもしれないです。で、桜とかは結構投げてる人に来やすいです、ね。まあ、桜マスなんかトローリングで簡単に釣れるんで横が強いんですよ。絶対海のその超過器ちょっとびっくりですね僕は。あ、そう、はい、もうぶっちゃけ水深 40m とかあったとしても、はい、船長が棚言うんですよ、下から何本とか15本とか、はい、もうひどいとそこでクラッチ切って、はい、上下してる人に食います。こうやってるだけですよね、うん、ゆっくりと。それをここで試しても全然食わない。へー、一定のアクションでいいんですけど、それでもちょっとやっぱり変化はつけた方がいいと思います。なんかすごい俺嬉しい、なんかこんないろいろ聞いてみたいとこないです。いやいやいや、わかんないよ、これわかんないよ。ちょっと重みあるよ。重みある。ちょっと重みあるよ、これ本当に本当に、いやこれ本当にちょっと重みあるよ。写真ですね。ちょっと重みあったな。確かに重みあるサイズだな。ちょっと重みあるサイズだろ。大丈夫、ウグイが食えばイワナも食う、はい、ね、そういうこと。しかもここは河口のところね、一級ポイント60アッパーで限りなくいい。こんなに切に釣りたいと思うこともなかなかないな。年間200日の釣りのうちのナンバーワンかもしれない。これであげてください。誰でもいいから姿を見たいよ。見たことないんだから。キリって幻だよな。でもさっき船長は簡単って言ってた。簡単なはずなんですね。ここは簡単です。簡単、なんでバラすかな。いやでもこれで最後つったらお前超ドラマじゃん今日。こんなドラマティックジャパンないぞ。バンバン釣れる日は1日何本ぐらい釣るんですか。あの全員ヒットしちゃうんで、だから数えてはいないですよね。もう何十本、何十本いけます。タモ足りなくなります。どっちの人が多いんですか。そのバス釣り上がりの人が多いのか、海から来る人が多いのか。あ、海の方が多いですね。へー、でももうこれで酒井くんだけだよ。イワナだって確信したのがないの。これもない。いやいや、したじゃん一回確信を。確信したけど、そうそうそう、ウグイだったけど。そういうことか。そうそう、まあだって正直 あの気持ちだけでもうさ、あ、確かに船代はさ、ドキドキだペイできてるわけじゃん。なかなかいい感じで加工も死んでますね今日。まずいですね。まずいですね。ここ僕正直釣れるかなと思ってはいたんですけど、なかなか今日いい感じですか。あー、もうほんとやんなる俺の運命。ほんと何回も言われたことあるんですよ、こんなに釣れないの初めてみたいな。なんか
平場戦で初めて対ゼロ引きだったこと2回しかないっていう人がいて過去、おとりあえずそれに歴史を何に名を刻んだりとか、はい、薄いとこ引いちゃってる。いや、そうなんです、そうなんです。あと大体昨日まで釣れてたけど今日から釣れなくなったねっていうのは大体あるよね。はいはい、あまあよくある。ほぼ毎回じゃないですか。いや、あるのがなんかダメになってきて本当死んで、僕ら帰った翌日はあのレンタル の, あのこんなライジャケ着てる大学生の素人軍団が爆笑でしたね。だその日だけなんだよね。そう結局それ多分船長明日もし出たら明日釣れるんですよ。いや爆笑じゃん。一応言わせてもらうんですけど、僕名前本名マスオなんですよ。そうなんですよ、俺もさっき思いましたよ。本名マスオですよ。マス釣れそうじゃないですか。マスオだよ。マスオがマス釣り来たんだよ。そうそう、全然マスオさんじゃないですよね今のところ。ふざけんなよ。うん、普段ほんと簡単なんですけど。ほんと簡単なんですよ。あ、今日ほんとチェイス一度もないですから。チャンス&チャンス、水面までのチェイスは一、はい、日に絶対1回はある。1回とかじゃないですよ。まっすぐに行きよう。それがないんで、ちょっとうるさい、聞こえないですよ。チェイスって言ってます。下の方ではこうやってると思うんですけどね。でも U ターン早いんですよ。上の方で食うのと下の方で食うのはどっちが多いですか。あんまり変わらないです。まあ下は多いですけども、うん、でもまあチェイスあるときはもう上までがチャンスなんで、どこで来るかわかんないですね。それで上げてください。ああ船長間違いないですよ。取水塔の近くは永久ポイントですよね。そうね。もう取水塔があるってことだけでももう永久だから。ひょっとしたらこれ S かもしれないよ。はい、OK です。 12m もう釣れたもんで、もう多分落とした時点で釣れてんじゃないか。そうです、ね、残念ながらこれ昔の取水口で、うん、今全然稼働してないです。だそうです。S じゃねえな。そう、いいかもしれない。黙ってて欲しかったみたいな。この風が吹き出したのはプラスじゃない。あ、雰囲気が出る。あんま変わんないんですか。チェイスないな。いやマジこの動画を見てくれるライズファンの皆さんにぜひリベンジ来てほしい。来た。イワナだった。イワナでした。当たりが違いました、ね、違った、うん、今ガッってくるから、ね、ガッってくるしたっけ。これで上げてください。ビビってましたね。来たとか言ってたよね。来たとか言ってたよね。イワナだったとか言ってたよね。ビビってましたね。絶好調じゃないですか。はい、OK です。 12m。 ボトムスパイダーってふわふわさせたら来るんじゃん。そこまでした。おぉ、なになになに、イワナ、イワナ。おぉ、イワナ。埋めた時だったらいきなりびっくりした。埋めた時だからイワナじゃねえんだよ。グイちょっと活性出てきた。活性出てきましたね。ってことはイワナも来るんじゃない。イワナじゃねえか。これイワナじゃねえか。水気出ねえけどイワナじゃねえか。イワナか。イワナじゃねえか。ほらほらほら、わーパカ、今のイワナだったな。激しかったぞ。イワナだ。あーパカ野郎、イワナの活性上がってきたな。上がってきたこれ、うん、これで上げてください、はい、俺イワナ釣れる気がしてきた。いや俺はっきり言って船長のこと信用しててまだ多分隠してんだよポイント。ああ、まあ隠しポイントはありますけどね。S級ポイント。ああさっきから動画のこと気にされてたから多分もうちょっとしてドラマ作ろうっていう、まあ、あれしてる ね、 ね。ああ動画どうでしょうね。
でも正直一本も出なかったらボツじゃないですか。ボツじゃないですよ。いや全然今日、今日僕ら的にありだと思ってます。マジですか。うん、船長がどうしても嫌とかじゃなければ全然使わせてもらいますよこれ。構わないですけど。普段から簡単なんですよ。本当に簡単なんですから。平和はないですからね。普段はこう安定した時期だと15本前後は普通に釣れるんですよ。今日ちょっと日が悪すぎる。日が悪すぎる。こんな釣れないですか。いや本当に。いや、あの、強いてそれ言わせてもらえば、こっちのセリフで。これであげてください。なんだあれは、マンションか。あ、俺はあれ買ったよ。あれ買った。1200万だ。で、最初1800万って吹っかけられて。俺買った時は結構人気あったけどね。もう相手もしてくれなくなった。酒井さんにしてもらえた。ね。俺も3日間いるんで結構。それはきついでしょうね。あの絶対に嘘って分かる嘘をつき続ける。まあでも大体想定してるサイズって50センチ前後ぐらいってことですか。やっぱ間違って80とか。あ、やっぱ、うん、考えてます。まあ、意外と来るんだ。まずあの中禅寺湖で自分やってたんですけど、90アップとか結構簡単に釣れてたんですよ。だからまあ。イワナの方が低いんですけど。中禅寺湖もこんな感じですか、釣りとしては。あ、全くこれです。でも中禅もすれちゃってますね。あ、そうなんだ。あ、それイワナだ。うわー、マジ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 、ちょあ、ちょっと怖い。ちょ怖いよ。頼むよ、マオ。ゆっくり行くよ。頼むよ。ちょっとすぐそこで来た。上？すぐそこで来た。あ、見た。ちょっと待って、暴れ、すっげえ暴れてる。イワナです。ちょっと待って。ウグイじゃない？ウグイかもしんない。でかい。ふおー。あ、釣れた。ちょ、頼むよ。いやあっやばー、きたー、でけー、でけー、低い。だから引いたんだって俺も、めっちゃやべえ、あっ、鼓動が止まんねえ。やったじゃねえか。そんな上で来た。いや、すぐそこで。だから多分追ってきてたんだろうな。じゃあやっぱ上までやった方がいいのかな。全然やってなかった。いや、もうすぐそこで、もう見えるかなと思ったらシャーって来た。シャーって。そう。いいじゃねえか。気づかんかな、気づかん。じゃあまだ船長隠してる。ここだった。約束の場所だった。リビングで釣れるんですね。